恐竜犬だいぶ昼寝できるような堀にし、これでと楽しみにして、今日はこちらのキャンプ場で、まあ、デイキャンプっていうほどでもないんですけど、楽しみたいと思います。目の前に川が流れてていい感じです。左見ると滝が流れてて、今日の最高気温は28度ぐらいなんですけど、今すごい寒いです。駐車場がこんな感じでありまして、車の前にこんな感じでセッティングしてます。今日はタープは張りません。タープが別料金で1000円かかるので、まあもう秋なのでタープは張らないことにしました。結構車から近いので、ここに止めてテント張ったりしてる方もいらっしゃると思うんですけど、駐車場はここだけじゃなくて他にもあるので、そこでキャンプされてる方もいらっしゃるんですけど、また後で撮影できたらと思います。なんかやってる、怖い。どうやって行ったん？昇竜拳？あ、ここから登ったんか。昇竜拳。受付でお金払ったらこのゴミ袋もらえるんですね。仕分けはしなくていいので、このゴミ袋に捨ててくれって言われました。朝早いので、モーニングコーヒーから飲もうと思います。たこ焼き、いいですね。この粉なんですけど、大阪で有名なわなかっていうたこ焼き屋さんの粉です、あ、私の中でもベスト3に入るぐらい好きです。わなか、これはキャンプの時から使ってて、ネギたっぷりたこ焼きができました。はい、イエーイ、イエーイ、やはりこれでしょう。スーパードライ、いつもの。はい、では、たこ焼きパーティー、乾杯。乾杯。皆様、お疲れ様です。お疲れ様。はい、美味しい美味しい。いただきます。ネギたっぷりやから美味しい。ただ、わなかの味かって言われたら、やっぱりわなかで食べる方がわなかだね。いや、説明でも書いてて、わなかは銅板を使ってるから、味が多少変わる可能性あるって、そりゃそうやん。でも美味しいよ、すごく。で、皮も綺麗です。このぐらいの川の流れやったら、浅瀬やし、子供も遊べそうやな。
川の流れは今日は穏やかです。平日は穴場かもしれないですね。平日のこの季節は2回目はさっきの嘘のようにめっちゃうまく焼けた。車はこんな感じでセッティングしてます。眠たくなったら昼寝できるようなセッティングにしてます。このたこ焼きにアウトドアスパイス堀西プレミアムをかけて食べたいと思います。堀西がトリュフの味を出しました。たこ焼きと果たして合うのか。いただきます。なるほど、うん、おいしい。私的にはめちゃくちゃありですね。うん、上品になるけど味がめちゃくちゃ美味しい。これとワインいける。ノーマルの堀西の方がいいと思うやん、うん、これはこれであり。たこ焼き、いや、でもめっちゃ美味しいです。美味しいと思うけど、たこ焼きに合うかどうかは分からんっていう感じ。まあ、マジで美味しいやろ。いや、これ結構、うん、美味しい。お母さんしたけど、ファミマのおでんですね。これ213円なんですけど、8種類入ってるんですよ、うん、おでんが、うん、でよし、温めます。はい。そしておでんといえば熱燗です。こんなんあるんやな。これでここにお湯を張って、うん、ここを小さい看板に炭巻き以外の燃料持ち込み禁止って書いてあったのを見て、トイレ行く時に気づいて、キャンプ場の管理されてる方に見落としてしまってて、カセットコンロしか持ってきてないんですって言ったら、まあみんなもやってるんだけど、うちにはガスボンベが販売してないから、なくなったら売ることができないよっていうのと、みんなやってるからまあいいですよって言われたんですけど、やっぱりこういうのは自己責任っていうことになるのと、あとこのガスボンベの缶はちゃんと自分たちで自己処理しないといけないので、基本は禁止にはなってるみたいです。ちくわ他に入れる、うん、うわー、からし美味しいやんな、これな、うん、これ美味しいな。大丈夫、いただきます。手袋しの飲まれへんか。これもっと寒かったらもっと最高。冬しよう、また美味しいわ。うん、ほくほく。見て、めっちゃ水きれい。気をつけよ、あちゃん。兄さんがお昼寝してます。こうやってカーテンがあったりするとお昼寝もできて最高ですね。私はずっと楽しみにしてた。今夜は車内でおやすみなさい。小田原ドラゴン先生の車中泊の漫画を読みます。車中泊してる人からするとめっちゃ笑えるし、ああ、あったあった、そんなこともみたいな。 N 版乗って車中泊されてるんですけど、実際本当に車中泊今されてるんで、さっき私たちがいた駐車場より奥はこんな感じです。ここは日帰り限定みたいです。滝があります。ここから見た先ほど私たちがいた場所、今からゴミを捨てに行きます。ここに燃えるゴミを捨てるそうです。シャワー室もあります。バンガローがあんな感じであります。これは大きいバンガロー1000円。
カマとかあんなカマもある。こういうのが何箇所かあります。ここが洗い場です。私たちがいたところの近くにも洗い場ありました。料金が改正されたみたいですね。少し上がったみたいです。駐車場代プラス、環境設備協力費プラス、テント張るプラス、タープ張るプラス、車中泊するんだったら安く済むかと思います。お手洗いはすごく綺麗で、虫は多少いるんですけど、それでもボタン式のお手洗いなので綺麗です。あのキャンプ場良かったね。良かったね。あそこ多分秋とか寒くなってきたら紅葉とかも絶対綺麗だと思うので、その時最高かもしれない。またあそこは行きたいと思います。最後までここまでご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。またお会いしましょう。お会いしましょう。